まずもうこの音型皆さん誰でも分かると思いますけども、ドントントントン、これロバの、うん、まあロバっつってもちっちゃなロバですよね、うん、の足取りですよね、うん、でこのねテンポもここ何にもテンポの指定をスピリトーゾしか書いてないので、テンポの幅ってすごくあると思うんですね、うん、ただ、小走りに行く歩きなのか4分の4拍子でね、うん、でこれが2分の2だとまたちょっと考え方違うんですけども、4分の2でしかもテンポのしてないということが小走り歩きなのか、うん、本当に歩いててロンボ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 ン、これでも悪くはないと思うんですね、うん、ただやっぱりゆっくりになればなるほど音楽作るのっていうのはやっぱり流れがなくなってくるから、すごく重たくなったりとかリズムがこうすっ転んじゃったりとか難しくなってくると思うんですね。なので私はちょっと小走りのロバを想像しながら、うん、今ロバの足取りを想像しながら弾いてみたんですけども、うん、まあどちらでもどちらが正解ということはないと思います。それ見でこれ言ってくれましたけど、このねこれとこれはねメロディーとも聞こえるけどもランパンっていうなんか和音の輪郭にも聞こえるね。でねレミンレミンレって言うとねこれ順次進行くるとラインに聞こえてくるんですよ。だからラッパッパッパッ、まあ片手で弾こうが両手で弾こうが何でもいいんですけども、これがラインに聞こえるっていうのを僕からは言っときたいと思います。レミンレミンレ、これね。で次ラに飛んでレに飛んでるからイメージとしてはドンレソンレントンっていう風に聞こえて、これがだからベースライン、今これしかないんですから、だからこの音をソを弾いたらラに向かっていく感じで弾きましょうって結構先生言ってくれましたね。でレンミンレンミンレ、これがロバの足取りって言ってましたね。いいと思いますね。こうやって弾くということです。でこの時に考えてほしいのはちょっと上にコードネーム書いておいたんですけど、タッ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 って言った時になんとなくこれ G って感じますよね。でもあれないんですよ。この音ないんですよ。まあ意地悪するとこんなのもあるかもしれないけど、実はねこの音が A であるってことで、ルルルルルルすごくねこれやっぱりこれがね明るさを明るい音楽だよっていうのはね実はミでもって表してる。